勝戦、架空の決勝戦俺が生み出すラップの勝戦、メンタルが崩壊しても俺には関係ないぞ。俺はエリミンもデパスもやんねえ。だから俺はいつでも相手の店知らずでカッポする嫌な瀬川、新橋川でサムと合流、埼玉話すさ、お前らにはわかるか、このフッド、もはや俺の場所飛んで埼玉だけは知らねえ。待ってた、yeah. 飛んで埼玉歩くクレアモーレバッタリシーダさんと会う古着屋に向かべ、yeah. ありがたくもうべ、yeah. 人は一人だけど孤独じゃない、頭の中考える大事なもの、yeah. 見落としてるもの、見落としてるところ、揺れる心、心残り、心のこりがほぐれるこの例で絞るエッセンス、俺のオフィスはマイブレーン、ただフルレーン、忍ぶ傘なんてねえ、マイウェイ。慶応系のやつ見てない。慶応系はちょっと僕も負けたの悔しくて絶対に見ないっていう意思があって。あ、マジで絶対に見ないっていう意思がある。うん、ちょっと悔しかったっす。なんか らしくなかった時があったんですか。いや、なんかこれ負けた時の、負けた後にこういうこと言うと、ちょっと、なんか本当に良くないんですけど、ちょっとなんか自分でもなんか、調子出てなかったな。そんなことがあるんだ。他全部見てんだよなぁ。ありがとうございます。他全部見てんだよなぁ。どれがあります？サム君的に。なんか一番、なんか好きだったとかでも大丈夫だと思う。うん、あ、でも北海道の時は、ムートンとできて、こうなんか熱くなれたもあったっすね。あ、じゃあムートンさんのやつ見ます。北海道ってどういう感じだったんですか。戦国の中でも北海道だ、場所でも違います。北海道なんか僕も初めてで、なんかずっとテンパってました嘘、ずっとテンパってました。何ですか。面白い試合ですね。ではまずはビートから確認しましょう。 DJ チャカお願いします。これもエモいね。サンプルパック。こういう時って何考えてるんですか。もうなんか。ナイス DJ、 優勢ですね。それでは続いて DJ 高木から。何考えてるんだろう。多分これは多分この時はバラ君のビートがかかって、あ、バラ君だって思ったのは覚えてて。余裕だね。すごいね。いいね、なんか、なんつうんだろう。社交ジャズダンスみたいな。うん。エステファンだったらどっちのビデオやった。僕だったらもう最初のビデオだな。やっぱりめっちゃそういう系のメロディーが好きなんで。では、コーギーホワイトにビートの選択権がございます。コーギーホワイト最近出てなかったっすもんね。なんか減ってたっすね、出てる回数がすごい。そうっすね。ではビートは DJ チャカで、先行がコーギーホワイト、高校サムで半袖3本参ります。準備はいいでしょうか。では行きます。先攻コーギーホワイト、高校サム、レディーファイ後ろで見てる、危なかじゃねえ、ギャグオが見てる、仲間らせ、ノースを着てたって裸じゃねえ、俺のラップがなまらやべえってとこ見てやりに来たでサム、 B ボーイの B も定義してみな、トツキだかどっかだか知らねえが、今日はお前の不遇因が安く見えるとこだぜ。結構いいね。お前何年の付き合いだ、今からこんなこと言ってんじゃねえよ。覚悟をつけたらこの今夜はタミーとクールの違い見せてやるぜ。だからお前はもっと周りのことを大事にしろよ。まずお前はやめとけよ、遅刻をな。時計が時計の時刻を一番最後に、一番最後までいるのが B ボーイだぜ。
滑ってきた。このマイクだけ、ムートンも。おお、いいね、ムートン。支えられてんじゃねえ、仲間が俺を支えてんだぜ。ガーッ。気をしてるのはつけるもんじゃねえ、仲間につけさせてもらうもん。おお、やばいね、ムートンも。仲間はアクセサリーじゃねえ、止まることを忘れてるこの足。最後まで残る、お前、この間のアドレナリンバックルで試合出てねえじゃねえか。おお、言うねえ。なら行動に責任が伴うことを教えてやるぜ。お前はいつもウィードで太巻き、俺はひたすら仲間とナチュラルにフットにバーキング。おお、やばい。なくならねえ、もうやめることにしたんだ。シルしてる時間じゃねえ。 B ボーイってのはやることやってからシルするんだぜ。まだここじゃねえってな、終わる場所はまだここじゃねえって教えてくれた。飾りじゃねえ、形じゃねえ、叩き上げ、この福島からの叩き上げ。でねえから、俺はお前のそのものを玉立てに来たぜ。お前の音楽は最近苦しそう、だからこそ見えてる人を症状まで全力疾走。だから週末リザレクション、俺は今夜塗り替えてやるって自己ベスト。恨みはねえが正面、あいにく三冠狙ってるもんて。おお、全力疾走やばいっすね。ああ、これで終わりかよ。なんか、仲間が、なんか、アクセサリーじゃねえ。めっちゃ、かっこいいです。ありがとうございます。It's real. 勝者サム、東京ホワイトにもお客さんにします。あ、じゃあ、頭が動く。いや、すごかった。あっぱれですね。ムートンさんもあっぱれでしたね。本当。今、なんかすごくノリノリで、ノリとも。やばいね。ああ、すごいわ。これはなんかその、ここ最近で一番気持ちがあったっていうか。あ、気持ちがね。その、まず、同じ時期になんか、フリースタイルダンジョンとか、大きいバトルとか呼ばれるようになって、それ同い年で、剣も隣だったんで、結構、意識してて、ずっと。でも最近なんか、ちょっと、こみ上げてくるものがあったんですね。あって。本当に、曲めっちゃかっこいいし、かっこいいからこそ、なんか、やりたかったみたいな。ああ、はい。え、今まで対戦ってそんなになかったんですか？いや、4回目ですね、これが。で、その前は、なんか、ムートンに、お前は俺を殺しに来てね、みたいな。ああ、あったあった、その回あったっすね。それも込みで、ああ、言われたしなっていう。すごすぎですよ。あの、あと、なんか、まあ、みんな知ってるとは思うんだけど、あの、なんか、サム君が、ショーツかなんかで、あの、フリースタイルの、なんか、韻をずっと返す、なんか、パパパパパパって言いまくってる動画があって、うん、もう、それもめっちゃもうおすすめ。あの、概要欄に貼っとくから、あの、それも、ほんと、見たことない人は見たらもうほんと感銘を受けると思うす。ほんと、もうじゃあ、ありがとうございましたという感じですね。めっちゃ、めっちゃいい感じでした。でも、あの、MV の曲、めっちゃ、ありがとうございます。僕たまにチルローゼみたいな。ムートも一緒に行った方がいいかもしれない。次は。多分、合流できないです。合流できない、合流できない。はい、遅れてやってきたぜ